その男の決意を知った時、誰もが男は気が狂ったに違いないと思い込んだ。時は1948年、戦後復興が目まぐるしく進む中で、男は史上最強の空手家を目指し、山ごもり修行に打ち込む宣言をしたからだ。1年6ヶ月に及んだ清澄山での凄まじい鍛錬修行の果てに、男が戦いの相手として真っ先に選んだのは人間ではなく猛牛であった。牛を一撃で倒す。男はそれを目指したのだ。牛一発叩いたら牛がそのままね、また首都で打ったらね、牛の角が吹っ飛ぶよ。素手で牛を倒した男、大山正達。その大山が気づいたのが、一撃を追求した極真空手である。あいや、あいや、あいや。大山は47頭の牛を倒し、そのうち4頭は政権による一撃で即死させたという。大山は空手の基本となる政権の握りにこだわり続けた。一撃で牛をも倒す政権とはいかなるものなのだろうか。環状線の上に、この線の上にね、拳、小指と薬指を置くんだ。小指と、この線の上に小指と薬指を置く。そしてこれが主役を演じます。これが主人だよ。これが主人で、これが注射過ぎて歩くやつ。これが過ぎてくる。そしてその元締めはね、この親指がね、ぎゅっとこういうふうに握らなくちゃいけない。これがね